どうも、こんにちは。中野篤です。それでは5本目の動画を撮りたいと思います。まず、壁の横に立って、肘を頭の高さぐらいまで上げて、壁につけて、手を後頭部に当てる。そして、壁側の足を半歩前に出す。そして、それから上半身を壁に近づけて、肘も袖に伴ってあげる。そして脇腹も壁にこう近づける。この体勢で30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もう一回。肘を壁につけんねんけど、頭の高さぐらいまで、こう、上げて壁につけて、手は後頭部に当てる。そして壁側の足を半歩前に出す。それから上半身を壁側に寄せて、肘も袖に伴ってあげて、脇腹も壁にこう寄せる。これで30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。じゃあ、反対も。肘を頭の高さまで上げて、手は後頭部、壁側の足を半歩前に出して、上半身を壁に寄せて、肘もそれに伴ってあげる。そして、脇腹も壁に寄せる。これで30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もう一回。肘を頭の高さぐらいまで上げて、で、壁につけて、手を後頭部に当てて、壁側の足をこう半歩前に出して、上半身と脇腹を壁に近づけると同時に、肘も高さを上げる。これで30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。それではまた後で投稿します。